ございます。はじめまして、東京都の赤羽からやってきました。はい、1時間半かかりました。はい、すごいですね。いつもメルヘンさんの企画2回目なんですけど、今回もお呼びいただいてありがとうございました。よろしくお願いします。オリジナル曲の、普段は弾き語りをしています。藤木めぐみという名前で活動しているんですけれども、メルヘンさんに今回、ソロの活動名をいただいて、めぐみファンタジーという名前をいただきました。いいでしょ、どうですか。ファンタジー、 ありがとうございます。オリジナル曲からなんかそういうイメージをなんかこう感じ取っていただいたそうで、ありがたく思います。では1曲、本当にメルヘンさんの企画に出るといつもこうお客様も出演者様もすごくこうなんかあったかくて、あと差し入れもあのたこ焼きとあの芋ようかん、ごちそうさまでした。あの美味しかったです、ありがとうございます。そんななんかこうすごくアットホームな感じはメルヘンさんのならではのこう企画で集まってくる方もメルヘンさんのお人柄なのかなというふうに思います。いいこと言いますね。音楽やっててよかったって、あの歌もちょっと毎回すごくわあ本当そうだなと思って、でやっぱそういう出会いとかつながりとかっていうのはあの本当に、ちょっとのタイミングが違ったらないわけで、そういう、偶然に感謝したいなというふうに思います。ありがとうございます。そんな、お客さんの立場に立ってミュージシャンの方を見ているときに作った曲で、音の魔法トーンオブマジックという曲を聴いてください。Yeah.
ありがとうございます。ピック弾きで弾いてたんですけれども、最近ちょっとこう叩く、ギターにちょっとハマっていて、なんかこうちょっとスラム奏法っていうんですけど、そういうなんかこう方向にどんどん行っていて、ちょっと爪を加工したりとかしていろいろなことを、やってます。で今日は、ファンタジーで来いって言われましたね。ちょっとこれも。あ、なるほどなるほど。マンタボ、マンタボ、友達に作ってもらったんですけど、この時期しか被れないんで、でもこれ被っちゃうとチューニングできない。ファンタジー。そうですね。今日は全部過去なしの曲をで並べました。ということで、次はじゃあ、メルヘンさんにリズムを叩いていただきます。メルヘンとファンタジー。メルファン。よし、ちょっと水飲んでいこう。よし。ならないよね。あ、そうか、ならないよ。そっちで出てもらったんですか。はい、もしよかったらちょっとお邪魔します。ノリでお願いします。はい、クリスマス近いので、そんななんかファンタジーじゃないです。またカバーを、ちょっと歌いたいと思います。皆さんもよかったら一緒に歌っていただけたらと思います。
そしたら、あと2曲オリジナルを聴いていただきたいと思います。先ほど、ダンチズマさんもその戦争の歌歌われた、あとリアルドールズさんの歌もすごいちょっとじんわりきて、いや本当私あじんわりじんわりじんわりでした。本当にこう私も広島行ったんですけれども、今年の夏に初めて行って、やっぱり日本人だった原爆ドーム見なきゃダメかなと思って行ったんですけど、やっぱりちょっと本当にこう何とも言えない空気感が漂ってますよね。でまあ本当に今のこの地球があるのは、昔の人たち本当にこう頑張ってきて、おじいちゃんおばあちゃん世代ですね、こう頑張って日本を立て直してくれたからだなというふうに、思って、こう素敵なこういう場に入れたりとか音楽やれてたりとか、そういったこと全てが恵まれてるなというふうに思って、そういう日常を、こうこれからの人たちが守っていかなければいけないのかなというふうに思って作った曲で、ルーツという曲を聴いてください。与えられた愛しさ、ぬ
最後、オリジナル、ありがとうございます。ではちょっといろんな、所要がありまして、ゲームコーナー終わったらちょっと出なきゃいけないんですけども、申し訳ありません。今日は、本当にありがとうございました。ありがとうございます。富士の花の富士、樹木の木、恵まれるの一字で検索していただくと、藤木恵みで、ホームページとか出てきて、あと、Facebook 等やっておりますので、ぜひ、つながっていただけたらと思います。メルヘンさん、今日ありがとうございました。恵みファンタジーでした。では最後にちょっとこうふさわしく、オリジナル曲なんですけれども、人の人生はこう冒険の、物語のようだなっていうふうに、思って、ファンタジーのこう世界観を愛して作った曲で、Life is an astounding journey、 人生とは素晴らしき冒険旅行という曲を聴いてください。ありがとうございました。Life is a astounding journey.